日々のリズムで、ところは一緒なんですが、まあ、先ほどの男踊りが主に腰を下げていたのに対して女踊りはですね、基本的には立ったままの姿勢というところです。各連で、踊り方、違うところもありますが、今日この場ではですね、極めてオーソドックスな踊り方をご披露したいと思います。ではお願いします。